ジューンソフト。金八先生というシリアスな、はい、比較的シリアスなドラマが、はい、テレビゲーム、そのゲームも非常にあの風変わりな、はい、おそらく本邦初公開のような、はい、ゲームソフトに仕上がっているということに関しては、はい、新しい風のようなものを感じますね、はい、3年 B 組を、ゲームをやる方にお預けします、はいはい、一体何が問題なのかっていう、はい、答えを探すんじゃなくて、はい、問題を探すことが答えを見つけることだっていう、はい、そこがなんか独特でいいですね。そうなんです、なんか人生にもつながるような感じですよね。そうですね、生徒の数だけ話を作るっていうのが、いやすごいことなんだなと思って、本当それびっくりいたしました。このなんかゲームを通して人間作りっていうか、はい、そういう原点も、はい、いっぱいやってもらいたいですね。やってもらいたい人いっぱいいますね、はい、3B の、 あの卒業生としてやってみていかがでした？なんか悔しいですよ。悔しいですか？だってね、なんかすごい自分が生徒として、はい、半年やった時すごい思い入れがいっぱいあるので、はい、もっとまた愛される人が増えるのかと思うとね、さらにゲームで増えるということで、ちょっとまたやきもち焼いちゃう感じでしょうか。そうですね、はい、すごい楽しかったです。いろんな生徒に会いに行ったりとか、はい、いろんな先生にアドバイスもらったりとか、はい、なんか勉強になる感じですね。自分が先生やりますと、はい、案外先生の気持ちよくわかるもんですよ、そういう意味ではぜひ皆さんも伝説の3年 B 組の教壇にぜひ立っていただきたいというふうに思っております。はい、ようこそ3年 B 組へ。これから先の1年が君にとってかけがえのない宝となりますように。坂本金八。あなたは坂本金八先生の代理としてこの学校にいるんです。その役に恥じないようしっかりと勤め上げてもらいますよ。檜山太陽くんなんですけど、ほとんど学校に顔を出していないんです。あ、先生。友達なんてほとんどいないんじゃないかな。あ、先生、気になるんなら家庭訪問でもしてみたらどうですか？どちら様でしょうか？公立校の勉強など受験の邪魔なんです。確かに檜山太陽に学校は必要ないかもしれませんね。やっぱり私、勉強だけが全てじゃないと思うんですよね。先生、どうも。来ちゃいました。こちらは高峰だ。突然だが特別補習を行う。私こんな修学旅行聞いたことないですよ。だって補習なんか受けたら沖縄に来た意味ないもん。先生、実は今警察から電話がありまして。太陽が。え？なんだって？太陽が眩しいからよ。みんなも一緒に観光に来ればいいんだよ。先生。
銀平がそんなことするわけないんです。じゃあ太陽君と二人でガイドやる。二度と俺の視界に入るんじゃねえ。結構可愛いじゃん。美咲さんが大変なんです。そういうことなら、みさき得意だよ。